ジェイミー・スティーブンソンは、イギリスを代表するオリエンテーリング選手、スコットランド出身、シェフィールド大学を卒業している。2008年世界選手権を制した英国チームスティーブンソンは、何と言ってもイギリス人男子として、最初の、そして現在のところ唯一の世界選手権の個人、種目優勝経験者として名高いと言えるだろう。2003年、 スイスで開かれたウォックのスプリント種目で金メダルをリレー種目ではアンカーとして銅メダルを獲得し、その後イギリスの人気スポーツクイズ番組ゼイシンクイッツオールオーバーに登場することとなった。世界選手権という舞台で次にメダルを獲得したのはデンマークで開催された2006年のことで、その時はミドル種目で銅メダルを獲得している。 2008年チェコ開催のウォックではトップを走っていたティエリー・ジョルジュにアクシデントが起きたということもあるが、ロシアとの優勝争いを静止アンカーとして母国を初の優勝へと導いた。スティーブンソンはジュニア時代から実力が突出していたわけでは、決してない。ジュニア世界選手権には1995年に出場しているが、リレーでこそ4位入賞しているものの、 ロング種目では20位、ミドル種目では129位である。1999年により、より高いレベルを目指すために、スウェーデンへ移住。教師として、ダーラナのボーレンゲやヘデモーラ、ヨーテボリで生活を送っていた。現在はデンマークに居住しており、スウェーデンのクラブにも、デンマークのクラブにも所属している。ウォック2000対策のために来日した際、丸井元文をはじめとした。 ナショナルチームのメンバーの質問には、スプリントは極めてレベルの高い集中力が求められ、続ける競技であり、とにかくシンプルなルート選択が重要であるというアドバイスをしている。ありがとうございます。